プロレスファンの皆様こんばんは。こちらは全日本プロレスの開幕戦スーパーパワーシリーズ後楽園ホールでありますけれども、この全日本プロレス初登場の東亜蒲田が予告もなしにですね、解説の中野さん、あっという間にこのどこから現れたんですか。そうですね、はい、なんか客席で暴れてますね。まずリングアナウンサーの呼び出しもありません。あっという間に私どもの今放送席の目の前を大きな黒い体が通りました。全日本プロレスマット初登場の東亜蒲田であります。190センチ、そして143キロ、大切の山田さん、山田さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。しかし山田さん、本当に何をするかわからないですね、このレスラーは。それにしても私どもの放送席の解説をいつもお願いしております東京スポーツの山田隆さんが今この東亜蒲田に襲われましたけれども、大事には至らなかったようであります。いやしかしね、はい、すごい力ですね。掴まれた瞬間にね、はい、もう分かんなくなるほどね、叩きつけられましたね。今日はこの全日本プロレスのアジアタッグのチャンピオンに返り咲きました大型のファイター大熊元志との30分の一本勝負シングルマッチを迎えるところですけれども、おっとこれは木の階段のリングの中に放り上げました。いわゆるですね、この東亜蒲田は、まあ、ピッチャーみたいな、いわゆる悪玉レスラーというふうに聞いておったんですけれども、これはまた今この東亜蒲田が紹介されました。全く拍手に応えません。大熊元氏ありますと、もう言ってますね、はい、早くも大熊元氏の髪の毛を掴みましてコーナーマットへ持っていきます。全体重をかけての攻撃、噛みつき殺法です。噛みつき殺法に出ました。非常にね、動きがダイナミックですね。143キロから145キロというこの東亜蒲田のパワフルな攻撃が続いております。まあ、大熊もさほど引きを取らない大きさなんですけれども、小さく見えますね。そうですね、はい、しかもあの噛みつき、その後にあの空手を見せましたね。非常にあの上から体重を乗せてこう叩きつけるような感じですね。おっと、これはお客さんの最前列の椅子の中に大熊元氏が頭を持っていきます。そしてまたもや放送席の目の前を通っていきます。ちょっと山田さん、あの目の動きを見ているとちょっとうつろですね。そうですね、はい、あのまともな動きじゃないですね。全くいたしません。しかしね、はい、もうさっきのような乱暴をするんじゃちょっと放送席も本当に危険ですね。本当にこの最前列の放送席が全く危険であります。大熊元氏に今度はまたもや噛みつき攻撃。日本この全日本プロレスのマット初登場ということですが、早くも大熊元氏が出血を見たようであります。噛みつきをやってましたからね、はい、唇に残ってますね、東亜蒲田の唇に、ね、大熊の血が残っています。その血を舌なめずりしています東亜蒲田、流血大王であります。そしてその傷口にまともや噛みつき攻撃、まともな目つきではありません。しかしね、はい、動きそのもの非常にいいですからね、次から次へとですね、はい、反則技が出てきますね。山田さん、このですね、東亜蒲田が PWF のジャイアンツ馬場選手のタイトルに挑戦するという触れ込みですね。そうですね、正式に決まったようですね、はい、6月の1日の秋田です。さあ、そしてお得意のフライングソーセージの段階に持っていくコーナーマット最上段143キロを踏み込んだフライングソーセージ、カウント3が入った。あっという間にパワフルな攻撃、あっという間の攻撃です。しかしね、はい、文句なしの勝ちですね。私この東亜蒲田の経歴を紹介したんですけれども、全くですね時間がありませんね。2分5秒ですよ、2分5秒。とにかく東亜蒲田の体固め、はい、嵐のような突破、はい、もう体全体を使ってのね、すごい攻めで圧勝ですね。いわゆる全日本プロレスのマットに台風の目として大きくこれからこのスーパーパワーシリーズ馬場通過、あるいは全日本のレスラーにとっては脅威の的ですね。そうですね、はい、とにかくね、文句なしの強さですね。この東亜蒲田の試合を馬場選手は一回も見たことがないんですね。またもやリングの外で噛みつきです。馬場選手が入ってまいりました。セミファイナルで花道に控えていました馬場選手が空手チョップ、空手チョップです、怒りのチョップ爆発。そして額のあたりをエプロンに取り付けております。相性のあるメッツですね。しかし何をするかわからないキラー東亜蒲田、人格対応鉄球に乗っていく、オリンピックに乗っていきます。世界のジャイアンツ馬場、やっぱりね、はい、大暴れられてるんだね。
っぱり放っておけないですからね。来週の放送では6月1日秋田で行われます39回目のインダベルス E 級王座のタイトルマッチは、この流血対応ブーアカマカがジャイアンツ馬場選手にチャレンジいたします。放送席の目の前に額を割られましたブーアカマカがゆっくりとゆっくりとやってまいりました。あっと2人が睨み合い、馬場とカマカの睨み合い、そして今度は赤い血中へ145キロ2点がまともや割れました。真っ赤な鮮血が滝のように流れています。全く鮮血を恐れません。この東亜蒲田ですけれども、危ない、あの流血大王キングカーツヤウティアがこのレスリングの世界にスカウトしたそうですね。そうですね、ハノイの出身で、あのヤウティアのスカウトで入ったわけですね、はい、ですからね、まあ、今までもね全日本プロレスなんとか来たいということで狙ってたらしいんですがね、とうとうその目的を果たしたわけですね。満を持しての全日本プロレスのマット襲撃ということですね。そうですね、まあやはりPWF 選手権者であるジャイアン